風が微妙なんですよ、うん、画面では見らないと思うけど、ちょっとあれだよね、ちょっと頭も揺れてるから、横っていうか上げっていうかね、まあまあ上げてんねこれ、はい、風強くなってきましたよ、ワンナップのプロかな、一応これがね、クラブは何ですか、 VDR のピッチングを持ってきました、はい、VDR ピッチング、でも9番だったかなっていうちょっとここで後悔してます、うん、上げてるからね、上げてます、9番は実は僕が持ってますあ、そうしたら VDM のピッチングしようかなあ、それはいいかも、はい、両方打ってもらってもよかったですね、あ、それでこう弾道の違いとかね、そうそうそう、まあ次のショートでやりますか、はい、今回 R はもちろん M もね、すごい弾道が高くなってるんだよね、うん、いいんじゃないこれ、前行け、筋ってるよ、ギリギリ、おお、乗った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 、うん、ギリギリバーディーチャンス、よかった M で多分 R だったらバンカーでしょ、小山さんは、僕ははい、R、R のリミックス VDR アイアンの9番、うん、9番、はい、でも上げがちょっと収まってきたんでような気もするので、うんうん、若干心配ですが、そんなことないですよ、吹いてますよ、本当ですか、上げにぶつけて止めるイメージ、うん、ちょっと引っ掛けちゃった、いやーん、風で流されてる、ナイソン、悲しい、この辺か、ちょっとカメラ向けられて緊張しちゃった白山さん、これ見て、はい、おお、これが新しい、これ見て、これね、うん、ヤマハさんの、うん、その社員の方の女性の方が、うん、なんかデザインというか作ったパターンなんですって、家庭系ので、そうで、2パターンのうちの1種類、なんですけど、何種類見てるの、2種類、2種類、そうで、ね、結構ね、本格的、うん、で、まあ、両方出していただいたんですけど、うん、とりあえずこれから行ってみようかな、うん、小山さんピンタイプさっき使ったけど、小山さんピン使ってましたね、うん、まだちょっと分かんないんで、勝手がこれは10、これ登ってフックでいいんですよね、え、これもうこれ登ってもう自分に自信がないんですけど、いや、もうほぼまっすぐよ、まっすぐ、うん、結構登ってますね、結構登ってる、持ってまっすぐね、まっすぐ、じゃあまっすぐ打つよ、頑張って、うん、右切れんだおー、ナイスタッチ、右切れ、 OK だね全体傾斜だね、これそんな無責任これは完全に右だね、うん、しかも結構切れる、カール登りさっぱりわからんよ、あの旗、旗の影あたりを、ああ、もっと切れんじゃね、もっと切れるかな、とりあえず打ってみれば、はい、下りに見えるけど絶対に上り、惑されるな、惜しい、 OK、 Hey, thank you、ナイス、よかったっす、ほんとこのグリーンが読めません、ありがとうございます、いや早いよ、イーブンに、あ、ちょっと引っ掛けたかなと思ったけど、イーブンに戻ったよ、イーブンに、え、なんで、石井さんペロリン、ペロリン、あ、そうなのOK じゃないんだなんだよOK って言ったっけ、OK って言われたから OK ベって言ったら、あ、そうか、じゃあ言わなきゃよかったじゃん、じゃあ、じゃあ、あれだったね、言わなかったらちゃんとあのマークしてますよあ、そうか、ね、だんだん耳ついたとかになってくる、大事もう1メートルぐらいのさ微妙なラインあるじゃん、うんうん、あれもう女子プロたちは外さないからね、あ、そうだね、うん、3メートルぐらいでも簡単に言って簡単に入れてくるからね、俺が下手したら7割入んないよ、結構むずいと思うよ、うん、分かんないけど、本当だね、うん、捕まった。
車道車高だな、もうちょっと右でやった方が良かったじゃん。確かにない。